はい、今日は平飼い、刑事、卵の選び方についてお話ししていこうと思います。最近ですね、平飼い、まあ外に放して、自然に近い環境で卵を産ませてい、くような平飼いっていうような卵、そっちが結構出回ってきたり、それがすごくですね、体にいいとか、鶏にとってもいいとかって言われたりしてますけれども、それの実際のところ、本当のところを今日はお伝えしていこうと思います。あんまりこういう話するとまた、なんでしょうね、いろんな文句が出てくるかもしれないんですけれども、まあ私の価値観をお伝えしていこうと思います。私は平飼いでもケージでも、まあ、美味しい方を選べばいいんじゃないですかっていう話をしていってます。平飼いだからといって栄養素が高いとか体にいいって思うのは、それは大きな間違いです。そこの観点で選ぶのは間違いだと思ってください。平飼いだからといって栄養素が高いわけではありません。むしろですね、栄養価は低い場合も中にはあったりします。ケージっていうところの利点としては、ちゃんと衛生面であったりとか栄養状態というところをちゃんと管理できるわけなんですね。糞とかが出してもちゃんとベルトコンベヤで流れていったりだとか、食べ物に関してもちゃんと同じものを与えてあげることで、いい栄養状態、そういった環境で育つことができたりしていきますので、その点はケージのメリットであったりします。ただ平飼いっていうと外に放して、害虫を食べてしまったりですね、怪我をしてしまうリスク、まあ野に放つわけなので怪我をしたり病気にかかる可能性、そして糞は垂れ流しの状態で、それを毎日毎日ですね、まあ綺麗に完璧に掃除できるかって言われると結構大変なこともあるので、衛生状態っていうところも悪くなりやすいっていうデメリットがあったりしていきます。そこに目を向けずにですね、まあ、とりあえず外に放して自然に環境に近い状態だから、だから体にいいんだとか、僕らが卵を食べる栄養素もすごく高くて、美味しいものなんだって思うのは間違いです。間違い。こっちの卵の方が美味しいとかって思うのは、それはですね、気のせいかもしれません。高い。そして、なんか草もついてて、黄身がちょっと黄色くて美味しそう。っていうと、まあ卵を食べた時にも美味しそうに感じるかもしれないですけども、目つぶって食べてみてください。僕はですね、まあ確かに美味しい部分あるかもしれないですけども、何倍ものお金をかけて食べていくっていうのは、僕はそこまでですね、この卵に関してお金をかけていくべきではないのかなと思ってしまったので、僕は別に安い卵でも美味しく食べることができますので、そっちは食べたりしてます。で、まあそういうことを歌っていくとですね、健康意識の高い方とかは、平飼いの方がいいんだって思ってですね、高い、お金を出して、無理にですね切り詰めてでも買っていく方っておられますけども、それはもったいないですし、知識不足のせいで、そっちに、流されてしまうのは、本当にもったいないことだと思うので、それはちゃんとした知識を持って、自分の中で選択していっていただくといいんじゃないかなと考えてます。で、ちょっとさらに踏み込むとですね、なんか鶏がかわいそうとかっていう方もいるんですね。こんなストレスだらけのケージで、2羽も3羽も敷き詰められて狭いところで、卵を産まさせる、そんな環境が、それがかわいそうとかっていう方も中にはいるんですけども、僕はそれはちょっとずれた意見だなっていうふうに考えちゃってます。ずれた意見だなって考えてます。はい。鶏とか牛さん、豚さんとかっていうのは、産業動物です。私はこれはちゃんと割り切ってます。産業動物ですね。まあ私は、ここの下ファミリーマートがありますけども、そこに売られてるファミチキとか焼き鳥とかを見て、あ、鳥さんかわいそうって思うことはないです。ないです。別に、あ、美味しくいただきますっていう感謝の気持ちはありますけども、手羽先ってことは、これ、何個か作るのに何羽犠牲になったのかとかって考えたりしないですね、私は。あなたは考えるんですか？
ていうところです。まあ、もしですね、私はそういう鶏とかかわいそうだと思うから、鶏肉食べませんとか豚肉食べませんっていうなら別にそれはそれで選択してもらえばいいと思いますけれども、私は、鶏も豚も牛も馬も、全部食べますので、それは感謝して食べてます。はい、別にですね、なんかそれを作っていく過程でかわいそうだとか、なんでしょうね、そんな環境で育てられることにかわいそうとかって思うことはありません。彼らは産業動物なので、それはもう自分の中で割り切ってます。結構冷たい言い方に聞こえるかもしれませんが、そうやって育ててくれて、我々の元に出てくる食べ物だったりすると思いますので、そこはですね、何でしょう、変な見方、うがった見方をして、だから平飼いがいいとか、だからケージはダメだっていうのは、それはちょっとずれてるかなって私は考えたりしてます。はい、これはですね、いろんな意見があって別にいいと思いますし、それを否定する気はありませんが、情報を知らないことによって、無理に高いものを買うっていうのはお金と何でしょう、労力がもったいないので、それはやめてもいいんじゃないかなと思ってます。はい、卵の選び方についてでした。またわからないことあればご質問ください。以上です。